開く？ああマジ。どうもエルザです。それではダークソウル3やっていきたいと思います。さて一応で前回で言うと必死剣強化とかしたので一応ねいろいろと配信終わった後に。1時間ぐらいダクソしてたんだけど、まあ見事にね、5000ポイント失いまして見事に失いまして、ガラカンですね。いやー大変だったね。じゃあ多分ね強化も今できるものはないと思うんで、あー飲まなくていい。だよねー、足りないんだよねー。まあ6個いるらしいんで先進めていこうかな。あどうせね、どうせ死にゲーなんでガンガンやられるだろうし、じっくりやっていこう。いやでもさ何話ぐらいで終わるかな。もうすでに5本目でしょ。5本目か。多分5本目になってるはずなのよ。ずれてるかもしれないけど。いやー。てか、クリアができるのかどうかも結構心配。はい、こう。とりあえずね、こう、はい。だね。で、あー。だね。はい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 。よし、ちょっと操作を思い出しながらだね。貴様はちょっときついんで。ちょっと貴士様でウォーミングアップしよっか。せっかくだし。いてて、いたいたいた。いやー全然ダメだ。虫でもいいか。問題はここだよね。あの子ね裏で倒したんでもいいか。裏で倒したもんな。チャレンジしてみる？昼間なすすぎるんだよな。おう。うわーマジか。おつえあーつえそう配信外で倒した。いやーもうそれはねー、動画見てる方はあれだけどね、もう見れないんだよ。メンバーさんにしか見れないけど。いやー結局こうなるんだよなー。じゃあちょっと解放したというかショートカット作ってるんでそっちの方から行ってみようか。あとはドラゴンがいるんだけどそこも行ってみたいしね。意外とひるまないんだよな。火属性入って、おお、かけら。かけらはありがたい。あ、ミスだねー。はい。で、ここは裏からいけないんで。こっちからだね。いや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 。大変よーこのゲーム。やば。いけー。
対反対側からの方が楽だったかな。踏んだら元も子もないからね。あの野郎、思ったより火吐かないね。ここだね、問題ね。あっつい、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 急げ、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 急げ。あー、暑いんだよな、マジで。ズボンか。にしたもんではなかったね。で、まあ扉が開けれるけど、あ、お宝あるね。ちょっとその前に扉開けよう。いやーね、でもダクソのアクションとかさ、結構面白いよね。スタミナを使って、匂いとか好きだったけど。あー、で、アクション、そっか、マリオはね、マリオとかちょっとどうですかって今、来てるんだけど、マリオは、どうだろう。あー、マリオメーカーはしてたけど、あー、ありっちゃありよね。あれ取り行きましょうか。せっかくなんで。なんか敵いないよね。あまりにもさ、お宝だけが置いてあるからさ、不思議でね。よし、開けよう。結婚、ん？なんか嫌な予感がするけど、ちょっと嫌な予感がするけど、開く？あー、マジで！あー。でもさ、開けたらダメってことだよね。よし。あー。当たんねー。待ってね。よし、逃げろ。よしよしよし、逃げろ逃げろ。手は長かった。うーわ、死生えてるじゃん。え、来んの？うわ、ちょっと待った。ちょっと逃げる、逃げる、逃げる。下降りて。サッカーボールじゃねえから俺。よーし、倒した。あの蹴りは嫌だな。お、深みのバトルアップ。良さそう。でも絶対力足りないんだよね。あー、意外と闇属性がついてって感じか。でも元がそうだねー。はあ、ちょっと使ってみようか、せっかくだし。
2686、1回レベル上げに戻って進めようかな。あー、ミミックつら。ミミックは嫌だな。ってことは、宝箱に対して、ため切りじゃないけど、これを、はました方がいいわけか。ちょっと、でも、きついな。きつい。めっちゃきつい。どうしよっかね。頑張るしかないんだけど、このゲームは。ボス戦もボス戦で、つまずいたら1時間とか軽く取られそうだよね。2800か。そしたら、ちょっとアイテムを、こっちか。なんでね、カボタンの方向変わると意味わかんなくなってさ。違うね。あれ買い物の、あー、あった。だからね、飲まなくていいんだけど。ちなみに、塔の鍵、家2万とかあんの？この辺りはいいかな。あ、ちなみにタリスマも前回買いました。せっかくなんで。ソウルの矢。指。ね、注意して使用することって書いてあるね。火炎壺とかねー。とりあえず、とりあえず、矢買って、で、ちょっと遅くなるけどね。普通の矢、木の矢、あー、別があるのか。まあでも威力が、あー、威力下がるんだね。あー、まあ。これでいこう。もうめんどくさいときは矢を撃つ。さあ、着いたぞー。ね、ここでミスると何も意味ないから、じゃあ、弓矢の時間です。はい。いやー、やっぱ弓は、大事やわ。やべ、調子乗ってしまったがために、よし、危ねえ。さすがに何本さんはな。うん、わかった。無理には倒さないってことだね。殴りでね。まあ、無視して、回収はしてるから進もう。どっちだっけ？なんか、ハサミ位置食らうんだよね、ここね。君か。危ない。はい。ねえ、逃げ道確保しときたいから、ちょっとこっちを。
だいたい濃いよね。で、これで OK かな。惚れた直剣。直剣がさ、いまいち使い道がわからんというか、多分やり込みだろうね。この系統のゲームはね。ああ、下の方行きますか。ここはまだね、こっち側来たことないから。通る。ああ、岸かー。ああ、しかも、うよいよいるわ。これは、しっかりと、よしよしよし。よーしよしよし。いいぞー。あー、すげえななんだあれ。おーおーおお、そんな攻撃あんのか。あ、そこ行けないんだね、相変わらずね。あ、ダメージ食らっただけで。あれ、騎士連戦はつらいね。あー、で、あそこ扉があるね。あ、でも頑張ろう。よし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 。先生は決まった。やばい！あー、危ねー。はいはい。ナイス！おお、ミリ！残ってるけど！強い。いやー、そっか。よかったな。はい、ということで、5話目はここで終了しますか。はい、ということで、動画見てる方はここまで、ライブ配信見てる方は引き続きやっていきたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。